ジョナソン・ジョゼフ・ニースは、アメリカ合衆国、オハイオ州アレン軍、ライマ出身のプロ野球選手。当主、左投げ左打。MLB シアトルマリナーズ参加に所属。オハイオ州ライマで生まれ、ディファイアンスで育った。ディファイアンス高等学校時代には、チャドビリングズリーとチームメイトだった。2005年の MLB ドラフト7巡目で、ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。 2008年9月2日のミルフォーキーブルワーズ戦でメジャー初登板した。先頭打者のリッキー・ウィークスに本塁打を打たれる。初登板した投手が先頭打者に本塁打を打たれたのはメッツの歴史上初の出来事であった。この試合3回を投げて5失点を喫してしまった。2回目の登板となった9月13日のアトランタブレーブス戦では8回を投げて、 無失点に抑え初勝利を記録した。2009年2009年5月6日、オリバー・ペレスの負傷によりトリプル A 級、バッファロー・バイソンズからメジャー賞を獲得した。このシーズン初登板では、ピッツバーグ・パイレーツ戦で6回を投げに失点と、高騰した。2010年6月10日、サンディエゴ・パドレス戦でキャリア初の完封勝利を記録。3回にクリス・デノーフィアに、 唯一の安打を許しただけで、ノーヒットノーランは逃したものの、非安打1、無四球という、ほぼ完璧な内容だった。2011年は強格を痛めて8月23日の登板を最後にシーズンを終えたが、11勝で自身初の2桁勝利を達成。2012年4月4日に2016年まで5年2550万ドル、2017年と2018年の、 オプションも含めると最大7年4600万ドルで契約を結んだ。シーズンでは勝利、防御率、脱三振、投球回数などで自己最高の成績を残した。2013年は6月に肩を痛めて、故障者リスト入りしたため、規定投球回に届かず、連続2桁勝利も2年でストップしたが、3シーズンぶりの完封勝利を含む8勝を挙げ、 防御率も3.71だった。2014年は規定投球回に達したが、またしても2桁勝利は逃した。また、肩痛、肘痛、心拍数の上昇などを発症し、故障が多い印象は残った。だが、防御率、予し休率等の数字を改善した。2015年、33試合に登板したが、防御率は4年ぶりの4.00超え、 死球は5年ぶりの50超え、基本類らは3年ぶりの20本超え、2桁勝利は3年連続の未到達となった。ピッツバーグパイレーツ時代2015年12月9日にニール・ウォーカーとのトレードでパイレーツへ移籍した。2016年8月1日にアントニオ・バスタルドとのトレードでメッツへ移籍した。左肘を痛め、 8月24日に15日間の故障者リストに入り、9月17日には60日間の故障者リストに入った。オフの11月3日に FA となった。2017年2月20日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日に自由契約となったが、3月28日に マイナー契約で再契約した。この年のメジャー昇格はなく、7月7日に自由契約となった。2018年1月31日、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、開幕前に自由契約となった。2019年4月1日に、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約したが、当番ないまま4月22日にマイナー契約で、 シアトルマリナーズに移籍した。89から92マイルパーアワーのフォーシーム、89から91マイルパーアワーのツーシーム、87から89マイルパーアワーのカッター、73から77マイルパーアワーのカーブの4球種がメインで、主に対左打者用に83から86マイルパーアワーのチェンジアップも投げることがある。ありがとうございます。